これは世界に宛てた私の手紙。誰も私に書いてくれなかった世界に送る。身の回りに起きたシンプルなニュースを私が語るみたいな。優しさと威厳を添えて。彼女のメッセージは委ねられている。私がまだ会ったことのない人たちの手に。どうかこの子に会い。優しくて素敵なみんな、私のこと見て。優しく。激痛の後に決まった感情が来るの分かる。神経がこう鎮座するみたいに、墓石みたいに。カチコチのハートに言われた。あの人も頑張ったって。あれ昨日だったっけ。もっとずっと前か。足が機械的に動き回る。地面の上にいる。浮いてる。どこでもいい。それでもだんだん水晶のように満たされて、石みたい。これが流れの時間。もし生き延びたら思い出すかな。凍った人が雪を思い出すみたい。最初は冷たくて、それから感覚がなくなって、そして解放される。